上流に向かって漕ぐ人は逆らっている。下流に向かって漕ぐ人は焦っている。逆らわず焦らずの時は物事がよく運ぶ。自然に流れていく。川にボートを浮かべている時、上流に向かって漕いでいる人は外から見ると少しも動いていません。大汗をかいて、こんなに私は努力して頑張っているのに、なぜ人生は変わらないの？というのですが、それは上流に向かって漕いでいるからです。その反対に、下流に向かって漕いでいると、流れる速さに漕ぐ速さが加わって、倍の速さで下っていきます。左右の岸にすごく面白い人たちがいるにもかかわらず、流れが速すぎてその人たちに手を振ったり笑顔を交わしたりする余裕もありません。結果として、ものすごい速さで流れ下っていき、死に急いでいることになるのかもしれません。では、味わい深い人生を送るためにはどうすればいいか。漕がないで、ただ川の流れに船を浮かべていること。左右の景色を楽しみ、その時々の風を感じながらゆったりと流れていく。それがとても豊かな人生のように思います。流れに任せ、あちらに動かされ、こちらで楽しい人々と出会い、その人たちから頼まれたことをやって喜ばれながら生きていく。宇宙がこうしましょうと示唆する流れを素直に受け入れれば受け入れるほど、さらに示唆が与えられ、自然と自分の人生のテーマがわかるようになるようです。もう流れを変えようとせずに、身を委ねて生きることにしませんか？